おい、人集めてこい。キリュウを見つけたってな。へい。町中逃げ場はねえってわけか。おい、分かってんな、キリュウ。抵抗したって無駄だ。おっつけ、ここは堂島組でごった返す。逃げりゃ死ねえぞ。こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。好きに暴れさせてもらうぜ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程わきまえろや。
ねえ。ヤクザに追われてるんでしょ、あんた。そんな風に街歩き回ってたらまたすぐ見つかっちゃうよ。あんたさえよかったらちょっとうちの店に寄ってかない？何？うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏から下水道に降りていけるの。誰にも見られずにこの辺りから離れられる。なんで俺を助ける？あんたを追いかけてんのが堂島組だから。いつも偉そうにしてさ。そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。それに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。まあ他に当てがあるならいいけど。わかった。頼む。じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。店の前のオーナーが堅気じゃなかったみたいね。何に怯えてたか知らないけど、こんな抜け道用意してさ。匂いは我慢して。この先はどこまでつながってる？劇場広場の方につながってるみたい。わざわざ確かめたことはないの。でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。出なきゃ抜け道に使えないものね。今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうから、この道使ってうまくやればどこかに逃げ込めるんじゃない？ああ、助かった。ありがとう。いつか街を自由に歩けるようになったら今度は客として来る。ごめんね。多分そんな日は来ない。しましてくれるぜ。くせ。さっき飲んだ。あんたが仕向けたのか。お前に一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けた奴が敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかった奴が負けるんだよ。ああ、そうだろうが。
道の世界に KO はねえ。俺なギリュウ、指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねえボケや、うん、待てこれ、後悔するぞ。今俺をここで殺せなかったらな。さっきあんたが言った通り、俺は極道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。はあ、本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地、最後まで貫かせてもらう。キリュウ、てめえ、あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな。